潟村の道の駅から南西におよそ1キロの場所に野鳥の楽園大潟草原鳥獣保護区があります。子育て真っ最中の鳥たちでにぎわう大潟草原。防風林の松にはサギが巣を構え、コロニー集団繁殖地を作っています。水辺に現れたのはオオバンです。黒い羽毛と白いおでこという配色が特徴的な水鳥。頭をフリフリ動かしながら泳ぐ姿が何ともユニークです。これ何ミリですか？これは600ミリ。600ミリ、うん。日本野鳥の会秋田県支部事務局長の加藤正俊さん。今年3月までの2年間、この鳥獣保護区の管理を担ってきました。はいはい、今水槽の水槽、今水槽ですね。鷹の仲間中飛。上空では翼を V 字型に広げ低空飛行しながら地上のネズミやヘビなどを探します。吉野茂る湿地で繁殖する変わり種の猛禽類として知られる中飛。大潟村は水路に囲まれているため、鳥たちの卵やヒナを襲う野生の哺乳類が極端に少なく、1970年代後半から中飛の繁殖が確認されています。全国で136つがいしかいなくて、この辺ですとだいたい4つがいぐらいの巣を確認されています。翼は V の字型にするんですね。そうすることによって あの浮力っていうか余力出ますね。体重も軽い線もありますけど、ヨシやススキが生い茂る中を進む加藤さん。この先に全国でも限られた場所でしか繁殖しない鳥がいるといいます。今のビチュ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 というのがオオセッカの声です。さえずりです。幻の鳥といわれるオオセッカ。特徴的なさえずりは聞こえるものの、すぐヨシの中に身を隠してしまうため、なかなかその姿を見ることができません。撮影開始からおよそ2時間、ようやくその姿を捉えることができました。大きさは13センチほど。環境省の絶滅危惧種にもなっているオオセッカ。青森や茨城などごく限られた吉野茂みでしか繁殖していません。オオセッカは1973年、体育施設の候補地となっていた大潟草原で初めてその姿が確認されました。国内でも数少ない繁殖地として注目され、保護運動が始まり、その4年後、国指定の鳥獣保護区となりました。当時の映像には、子どもたちがバスで大潟草原を訪れ、オオセッカの飛び交う姿を観察する姿が記録されています。干拓によってできた草原は、時を経て、四季折々、およそ200種類が観察できる貴重な場所となりました。
大型草原が鳥獣保護区になるきっかけとなった大雪花。しかし一時その姿を確認できない時期が続きました。一般的にその自然を守るっていうと、いわゆるその何もしないとか手をつけないっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけれども、草が伸びすぎてしまうと鳥にとっては住みにくい環境になってしまったりもしますので、そういったところを多少人が手を加えることによってその繁殖を守っていくというようなこともしています。刈り取りなど環境整備を行った結果、オオセッカの個体数は徐々に増えているといいます。オオセッカも全国で1000羽ちょいぐらいの数しかいない国内希少種なんですね。昨年、最近の調査では5、6つがいぐらいがいるかと思いますが、今年をも、そのぐらい繁殖していることは期待しています。57年前に誕生した大型村、時間の経過とともに育まれてきた環境が野鳥の楽園となり、その歩みが続きます。